んばんは。本日は2020年の1月の6日、ただいまの時刻はちょこっと当てにならんな、今午前1時8分です。東京から乗りましたサンライズ出雲91号という今日だけ運転の珍しい夜行列車に乗っています。この夜行列車の特徴は東京駅、横浜駅と止まった後、その次に大阪駅に止まることです。まあ、東京から大阪に夜間移動するには夜行バスしかないんですけど、ただね、今日だけ、限定で、サンライズ出雲91号という大阪に止まる夜行列車があります。でそれに乗ると大阪駅に着くのが明日の朝午前6時4分ということになっています。ちょっと見えたかな。もう一回ご覧に入れますか。これですね。で明日はね、今私夕方の5時半ぐらいに今日実は成田山新勝寺に行きまして、その後初詣してうなぎ食べちゃったんですが、しかし5時半以降は食事をしていません。もうお腹が減ってます。で減らした状態で大阪に着いて、明日は1日大阪の美味しいものをバクバク食べて、そしてまあ時間は決まってませんが最終の新幹線に乗って東京へ帰ろうと思っています。だからもう今からもうそろそろ寝てですね、体力を回復し、明日は食べまくって、まあ、疲れたら休憩し、また食事をするという、暴飲暴食の旅、食い倒れの旅という状態だったんですが、食い倒れっていうのはね、お金がなくなるまで食べ尽くすことらしいんで、それはちょっと違うから、まあ、暴飲暴食の旅ぐらいがいいかと思います。よろしくお願いします。じゃあまた明日。大阪駅に着きましたけれども、本日は2020年の1月の6日。ついに長かったお正月休み、確か12月27日からあったんじゃないですか。休日もですね終わってしまいまして、本日からはもう完全なる日常になっております。大阪駅に到着しましたが、まあ、本日は平日だけれども、私はそれとは関係なく旅行できるというなかなか幸せな状態。ちなみに私も明日からですね大学がありますんで、明日からそれに屈服しなければいけません。JR の改札を出てね、まだ朝の時間だからそんなに混んでいませんが、阪急の方へ来たんですけども、私はもうここしか知らないですよね。逆に梅田で食事っていうと、逆に視聴者の皆さんにも教えてもらいたいぐらいなんですが、新梅田食堂街って戦時中に、人員が増えて戦後、復員によって人数が膨れ上がった、その国鉄、それからもう退職しなければならない人を受け入れる先として新梅田食堂街というものが戦後ここに作られたんですね。JR の高架の下です。ここへ来ればね、すごく大阪感のある食事をすることができるんですけども、さすがに朝の6時からやってる店というのはそうはないはずですが、一方で朝の6時からやってる店はなんかさぞ素晴らしいのではないかと思って今日は来てみました。新しい店を開拓しておかないといけません。いつもね、ここで塩やってうどんしか食べてないんでね。もう電気ついてんな、コーヒー2の店もうやってんの。いや午前7時からだったけど、でも7時からやってんなら大したもんだ。創業昭和25年。ああいいな。でもここはもともと飲み屋街ですからね、そんなに朝からやってる店もなく、行きつけのうどんの塩屋、やっぱりねここが一番早い回転だったわ。それ自分が行きつけにしてるだけのことあって、やっぱこの店はいいな。オープンと同時に人がごっそり入ってきましたけどね、これ昔は朝定食と言ったんですが、今は33セットというそうです。330円、前はね増税前は300円でしたよ。で、きつねうどんが、340円なんですけど、いなり寿司がついて、この33セット330円、前はこれが300円だったので、神のようなメニューだったので、よく食べました。朝からお腹いっぱいになります。お腹いっぱいになりまして、今景色のいいのに誘われて阪急の駅ビルの方に来たんですが、まあ、しかしここはまだちょっと朝のこの時間ではさすがに何もやってません。次はそうだな、難波にでも行ってみますか。これから多分地下鉄が極端に混んでしまうと思うんで、それまでの間に移動しなければいけません。残念ながら今日から平日なんで、1日乗車券もね、土休日だと600円なんですけど、今日は使えませんから800円。平日と土休日ね値段が違うんですよ。梅田から難波へ行く方のホームはなんかこんな感じで昭和感がどことなくあるんですが、これがね新大阪の方のホームになるとね、こんな感じでどうしちゃったのって感じになるんですよ。これの両方見といた方がいいですよ。梅田はもう多分ホームの幅を広げたからだと思うんですけどね。うわわわわ、これに乗るのか。次でいいかな、悪いからな。大阪の通勤ラッシュは東京ほど広くはないと思うんですが、この御堂筋線だけはもう格が違います。まだ朝の6時台だっていうのにね。到着の列車は難波方面天王寺行き。
です。次に来た電車は空いててね、割と簡単に座ることができました。まあ、一番前に並んでたからってのもあるんですけど、大阪市営地下鉄は結構こういうことがあります。ようやく明るくなってきました。今7時半。向かい側に見えているのが南海の難波駅。これ日本一周の時にも来ましたね。戦前に建てられました古い建物高島屋、当然まだ開いていません。こっちに南海通りがあるんで、ここから千日前商店街の方に行ってみましょう。さっきのね、塩屋も安くていいんですけど、これこの間日本一周で来た時に発見したんですが、まだ誰も来てないみたいですけどね、ここやばいですよ。親子丼とそれからうどんそばセットでね、確か300円とか、ごめんなさい、そこまで安くはなかったですわ。親子丼とセットで510円でしたけど、でもね、肉がゴロゴロたくさん入ってて、この値段でこんな入ってていいのかみたいな、異常に安い。まあ、特にうどんそば170円、これ朝だけの限定価格じゃないですからね。まあそこは素晴らしいんですけども、しかし同じような店ばっかり行くんで、何のために大阪で食事しようとか来たのか分かりませんので、ちょっといろいろ巡ってみないとな。謎の24時間営業の焼肉屋とかもあって、しかも人が入っている。ひとしきり見て回ったんですが、まあ、やっぱりまだ朝早いですからね、いくつかのうどん屋とそれからキャベツご飯食べ放題のラーメン屋以外にめぼしいものはなくて、まあ、ラーメンもちょっと朝の早い時間には、食べる気がしないなと思ったんで、だからっつってじゃあなんでこれ行くんだって感じですけどね、串カツここに行こうかと思います。横綱っていうのはね、大阪市内であれば多分いろんなところにあるチェーンの串カツ屋で、多分本場はこの難波ではなくてね、ちょっとお隣の、通天閣とかのあるところだと思うんですが、新世界新今宮のあたりだと思うんですが、まあ、ともかくこの看板を見れば味の保証はあります。チェーンって言ってもね、まあ、大阪名物ですし、いいと思いますよ。私が酒を飲むんだったらね、映像としてはもっと面白かったと思うんですが、しかし喉が渇いていて何か美味しいものを飲みたいというのは一緒です。アップルジュース、まあ、こんな朝っぱらから食べるのは当然私も初めてなんですけど、二度漬け禁止って言うじゃないですか。まあだったら普通に一度で食べればいいんだと思うんですけどね。これって一回の営業が終わったらソース交換したりするんですかね。多分しないですよね。減った分を突き出すだけなんだろうな。だからこそ二度漬け禁止なわけでしょ。大阪発祥ではないけれども、いろんなところにチェーンのある串カツ田中っていうのはありますけど、あそこはね、なんかネットの記事によると都度ソースを捨てて交換してるらしいですけど、まあ別にそこまでしてくれなくてもね。玉ねぎ頼んで、まあ味足りるかな。これ足りなかったらキャベツを使ってねソースをかけるんだけど、キャベツがないな。朝はないのかな。そんなわけないですよね。このリンゴジュースなかなか美味しいな。おかわりしてしまったけど、これだったらもっとでかいのもあったんですね。それ頼めばよかった。ちなみに何を食べてるのかというと、鶏のささみでして、油があんまりなくサクサクしてて、揚げ物にしたらすごい美味しいし、大地安い。まあ、それに対してこっちはね、ちょっと値段も張るんですけども、キスです。キスの天ぷらも美味しいですが、串カツにしたらね、これが一番美味しいような気がする。まあ、この2つだな、おすすめは。全部でね、1430円、そのうち520円が飲み物代でした。しかし客が本当にいなかったですからね、こんな時間に営業してて、もう売り上げなんかないだろうな。あの店で午前中にレジ打ちのバイトするのはね、絶対楽ちんだと思いますよ。私もああいう楽な店でバイトしたかったな。しかし1月6日はちょっとね、寒すぎますんで、地下道からなるべく行こうと思うんですが、地下道も道頓堀方面に歩いていくには伸びていないのかな。
ちょっと歩けば道頓堀に着きます。この場所は大阪といえば観光客がまあ大体想像するような光景で、大阪に来ることが非常に少ないといつも言ってる私ですら、ここを歩いているのはもう一度二度では全然数えられないわけですが、朝はまだこんな感じで忙しく、お店はほとんど閉まっていて、その代わり仕入れのトラックやワゴン車がひっきりなしに往来しています。しかしここはなんかいろんな動物がいるな。フグとかカニとかよく見ますけど、ツルハトラック、ドラッグストアがこんな鶴を掲げてるのはこれ初めて見ましたよ。しかしいくら今が朝早い時間、店がやってるの少ないと言っても、これだけあれば何か空いてるはずです。あのね、あっちち本舗ってやつがあったんですけど、いや本当にありましたよ、たこ焼き屋さん。まだ朝の9時だっていうのにね、値段は500円ということで、どうなんだろうな、これは多分大阪の中ではあの安い方ではないと思うんですけど、でもここ立地がね、あの道頓堀のこんなもう超観光地ですから、こんな観光地の中にあってこの営業時間で朝9時からの500円で食べられるんだったら、まあ、十分なんじゃないですかね。観光地価格じゃないっていうだけで安い方に入ると思いますよ。思ったけどこれめっちゃ安いですわ。なんか500円でね、何個入ってきたかな、 8個とか10個とかなんかそんぐらい入ってるし、5、6、7、8個か、多くないですか。銀だこだったら500円で6個だったと思うんですけど、やっぱ土地柄だと思うんですけどね、普段はめちゃくちゃ並んでるらしいですよ。よかったのなんか平日の開店直後ですから、多分大阪のたこ焼きっていうのはなんか柔らかくて中がこうドロドロになってるみたいですね。これでね、結局数は全部数えたんですけど、9個ありました。9個で500円。もっと安いところで食べたこともありますけど、でもね、まあ、東京から来た人間からしたらもう十分安いですよ。よし、食った食った、もう壮大な朝飯であった。まあ、まだ食べようと思えばかなり食べられるんですけど、これ以上食べるとね、幸せな範囲を超えると思いますんで、とりあえず一旦ここまでにして、もう一回梅田に戻ろうかな。そうだ、その前に行こうと思っていたところがあった。これですね、キチカイスーパーと名高いスーパー玉で、あの異常に安くて、そして異常な商品がいっぱいあって、広告のセンスも頭おかしいと。確かに頭おかしい。日本一安売り用スーパー、このお花ですね。何なんだろうな、この花は。全てにおいてセンスがおかしい。あ、でもこれはあれか、大阪一番の広告の名所にただ広告を出してるってだけで、別にこの裏にスーパー玉出があるわけじゃないみたいですね。まあ行ってみましょう後で。いや、心斎橋駅に向かってるんですけど、なんかね、心斎橋筋でね、もう至る所からタピオカを煮る匂いがする。あの高校生の時にインチキタピオカ店をやって大儲けしましたね。匂いはもう鼻に染みついてますよ。これ地下鉄の広告なんですけど、こういう広告は一体どういうセンスをしたら作れるのかな。大阪に出てる広告って結構面白いんですよね。梅田までは3駅7分です。目的地の一つ手前、淀屋橋駅で降りてしまいました。間違えたんじゃなくてね、やっぱ淀屋橋駅いいですよね。この天井から下がっている、実は蛍光灯を並べただけのすごいこう家庭的なシャンデリア。車内が混んでると一旦奥のお客さんを降ろしてあげるために外へ出るじゃないですか。でその時大阪市営地下鉄はね、駅がもうすごい立派なんで、おなんだこの駅はすごいなってついつい降りちゃうことが結構よくあります。この淀屋橋駅もこの間日本一周で来たんですけどね、それで皆さんにも散々撮影してご覧に入れたんですが、それでもまた自分でも景色がいいなと思って降りてしまいました。梅田まであと一駅です。大阪市営地下鉄御堂筋線は戦前からあって、大阪を代表する芸術品だとさえ思います。小麦粉のたこ焼きとかね、それからあの揚げ物とかそんなのばっか食べてると、あの喉が乾いてしょうがないんですが、よかったよかった、朝からやってるわ。梅田駅の阪神電車の乗り場の方にね、ミックスジュースの売り場がありまして、今東京でもいっぱいありますけども、あの手のジューススタンドの走りがこれだそうです。でミックスジュースの発祥はなんか天王寺かなんからしいんですが、まあ、そのなんでだか知らないけど、阪神電車がね、あの駅で売るようになってから、あの大阪梅田の名物ともなっています。
まだ大変残念なことに、あの生のね、あのリンゴとかバナナとかがあのアレルギーで飲めませんので、私はレモンジュースしか飲めないんですけど、あの品物の質に対して、ね、1杯150円っていうのが極端に安いと思いますんで、おすすめできますよ、これは美味しい。じゃあすみません、ちょっとね、今10時半なんですが、あのバイトしてきていいですか。あのお腹いっぱいでやることないんで、私スーツ旅行チャンネルだけじゃなくてスーツ交通チャンネルも持ってますから、ちょっとね大阪駅周辺の、紹介するような動画を撮って、それでお腹減らそうと思います。1時間ぐらいですね。ちょっと仕事がね、思ったよりもあの手間がかかりそうで、パソコン広げる必要もあるので、一旦スターバックスに退散。ここは大阪駅の一番外れですから、多分そんなにお客さんもいないはずです。もうスターバックスは、ね、いつでもどこでも快適な Wi-Fi を提供してくれて、コンセントもあっても感謝しかないんですけど、最高に便利でありがたいんですけど、店の雰囲気は全く好きにはなれないんですよね。どうもこういうおしゃれなのは苦手です。さてちょっとね、交通チャンネルの仕事で、あの今こういうところまで来てるんですけども、すごいですよねここね。あのさっき向こう側の梅田の、あの大阪駅とかね、あそこに見えるじゃないですか、屋根が。こういうところなんですけど、あの昔ここにあの大きな貨物駅があったんですよ。でなくなっちゃって、今全部巨大な空き地になってて、こんな大都会の大阪の空が広々と見えてるんですけども、まあ、その中にね、あの突如こうボーンと立っている、まあ、結構前からあるビルなんですが、梅田スカイビルというところがあります。ちょっとここでね、あのせっかくだから、あの梅田の街を見下ろしてみようかなと思うんですよ。これ入場料払わないで上に行くエレベーター乗れるんですけど、ただでエレベーター乗って降りればいいじゃんね。あの名古屋駅の前にある高い、なんだっけ、忘れちゃった、あれもそうなんですけど、外の景色見えないような。いや、そんなことない。あ、いいじゃん、とてもいい。向こうも見えちゃうじゃないですか。何これ、あの淀川ですね、あれね。あ、どんどん気圧が高まってですね、耳がツンとしてきますけど、おお、これエレベーター乗って帰ればいいんじゃないですかね。あんまり大騒ぎしてるとね、ついちゃったら目立つんですけど、どこまで、ここの板みたいになってるところで止まるのかな。あ、ちょっと下で止まった。危ない。お、すごい、阪急電車が3つまとめて川を渡ってる。あれ3ついますよね、ほら3ついる。おお、淀川をみんな揃って渡って、お、すごいなこれ。阪急はね、梅田からあの3つ出てくるんで、たまに3つ同時に出発するときがあるんですけど、まさにたまたまそれを見ることができました。あ、かっこいい。ここまで来てもまだ入場料払ってないんですよね。おかしいな。いいのかな、そんなんで。向こうに見えているのが淀川です。琵琶湖からずっと通ってきている、関西の大事な水運の道であり、また水道の源でもあるはずです。今でもやっぱり淀川の水が結構関西のこの辺り、大阪とかね、この辺の飲料水には大事な役割を果たしてるでしょう、多分。まあ、今回仕事って言ってね、どんなことやってたのかって簡単にだけ紹介した方が、まあ皆さんも楽しんでもらえるかなと思うんですけど、ここに非常に大きな、あれ JR の大阪駅なんですが、大阪駅よりもかなり大きな JR 貨物の貨物専用駅の梅田駅っていうのが、昭和3年から私が中学生の頃までずっとあったんですよ。で本当に大都会の中に巨大な貨物駅があって、それはすごい光景だったんですが、今それをね全部取り壊して、再開発してます。まあ、やっぱねこんな風にもう大阪の中心部に成長した梅田に、わざわざ荷物の取り扱い設備なんか作らなくてもいいんで、まあ、それを全部更地にして、ビル建てた方が儲かるっていうことなんですよね。でそこにはまた新しい駅も作ることになってるんですが、ちょうどその戦前からずっとここにあった大きなスペースを更地にしてですね、こんな大都会の中にあまりにも大きな更地ができてますんで、あのそれは見ないわけにはいかんと、今回はですね、あのその周辺をぐるぐる歩くような動画を撮ってみたんです。まあ、結構鉄道って古い時代から使ってるものが多いんで、例えば見るとね、大阪駅のこの下の JR の、 あの組合とかが、労働組合とか入ってるところなんですけど、こんなこう、わかりますかね、これめちゃくちゃ古いんですよ、これも。あのそういうような部分とかね、探してみればたくさん、何これみたいな場所が見つかるんですよ。まあ、せっかくですから見える景色の紹介でもしますか。つっても私も初めて来たんで、どこに何が見えるのかわかんないですけど、あれは目立つな。大阪ドーム、近鉄バファローズの、メイン球場。今近鉄じゃないか、オリックスですね、すいません、いつの時代だ。
で、ユニバーサルスタジオジャパンになるものはね、どっかこの辺にあるはずですよ。大阪の海沿い安治川口、そのあたりにできた比較的新しい街のはずです。ここなかなか見応えがありましてね、さっきはもっと晴れていたからよりよく見えたんじゃないかと思うんですが、向こう霞んでるの分かりますか？これ淡路島ですね。立派大きな島ですよこれ。で、大阪湾の船の数も、もう本当数えることができないぐらいたくさんおります。まあ、実際には数えられそうですが、兵庫県神戸市、まあ、明石、まあ、神戸はあの明石と神戸は違うんですけど、明石とそれから淡路島を結んでいる明石海峡大橋は世界で一番長い吊り橋で、それもここから見ることができます。そんな遠くまで見えるんですね。こちらは有名な大きな川、淀川でございます。淀川が今ちょうど大阪湾に注いでいるところです。あったあった、あれが USJ か。行ったことないんでね、安治川口のあたりは。まああのUSJ のことは安治川口と呼ぶ人もほとんどいないと思うんですけど、そう、この2つの、船の拠点に挟まれたところですよ。日航機が降りてきたのが見えました。あれは一番新しい787じゃないですか。飛行機の降りていく先は大阪国際空港伊丹です。もう向こうは兵庫県になっています。淀川を渡ると確かに兵庫県になってるんだと思うんですが、大阪空港と言いながら実は兵庫にあるというのはよく一般に知られていることです。あれが空港だな。降りていくところまでここからだったら全部見ることができそうですよ。新大阪駅を出発して走り出す山陽新幹線の姿も見えます。結構ビルの中を縫うようにして走るんですけど、昔は新大阪って結構田舎だったらしいですけどね、今はもう超大都会になりました。さて仕事も終わりまして今中津というところまで来てるんですが、怖っこれ、やだなこんなの。これ自転車のロックが破壊された後じゃないですか。つまりあのロックをかけてたんだけど、それを盗むために破壊して、それで自転車持ってったってことでしょ。怖いなこれ。地下鉄に乗って1本で行った方が本当は早くて安いんですけど、まあ、しかしこんなにいい雰囲気の中津駅があるんで、阪急電車で1駅乗って大阪梅田まで戻ろうと思います。阪急梅田駅も立派ですよね。阪急電車って面白いですよ。私多分人生の中で累計して阪急に乗った時間ってね、1時間もないと思うんですけど、そんな私が言うのもなんですけど、この路線は面白いんで乗ってみると楽しいですよ。阪急は地下街の作りもすごいしね、東京と比べても極端に優れていると思いますよ。御堂筋線を機械のように往復して難波梅田心斎橋その辺ばっかりいつも行くんですが、まあそれで大阪間違いはないんじゃないかなという気もします。大阪の北と南の中心は近いんで、一日乗車券を買って、あ、今度はじゃああっち行こう、今度はあっち行こうと移り気な旅行をするのもいいんじゃないですかね。よしよし、私もちょっとは難波に詳しくなったかな。この辺であれば、地下道、特に地図など見なくても思った通りの場所に来ることができるようになりました。さっきは朝だったんでね、ほとんど店も開いてませんでしたけど、もう今3時半です。この時間になれば結構いろいろやっているはず。やってきたのはね、吉本新喜劇の劇場です。で、別に劇を見るわけではないんですけども、これを食べに来たんですね。肉水うどん千歳別館と書いてあります。まあこれ別館で本店も近くにありまして、もともとここの、まあ、有名な役者さんだったらしいんですけども、その方がじゃあちょっとお食事をしようと、出歩いて、しかし軽めに食べたかったそうですね。この千歳の本店に行って、肉うどん有名な店なんだけども、すみません、うどんもいいから肉だけで出してくれないかなと言ったところ、それがなかなかうまいと流行り、名物になりました。そして支店がこの吉本新喜劇の合同施設と一緒に入るようにもなってるわけなんですけども、これがですね、つまり肉うどんの肉抜き、これも大阪の大きな名物となっていますと思ったら、何やってなかった、出汁売り切れにつき閉店中。あ、そんなことあるんですね。まあ、5時からやるってんで5時ジャストに来た方がいいな。
肉水がないのはちょっと残念ですけど、しかし多分あれはねあると思いますよ。あの551蓬莱という名前だったと認識してるんですけど、なんか元々は蓬莱食堂だったみたいですね。私も今調べました。確かね、昔電話番号が551番だったんだと思いますよ。あのカステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂と同じノリですが、この店は大阪にしかありません。だから東京でここで売ってるものを買うことはできないんですよ。で、買ってきました。これね、2個入りが確か最小単位なんですよ。380円、まだあったかいというか、もうかなりポカポカ熱々というべきですね。これ本当に美味しいですよ。あの大阪の至宝といっても全く差し支えない。もうここで食べるしかないんでね、開けるじゃないですか。まあ結構大きいんですよ。すごいずっしりきてね、なんでこんなにしっかり詰まってるんだってぐらい美味しい。あのこれは大阪名物だからとかじゃなくて単純に美味しいんで、あの皆さんも本当食べるといいと思いますよ。あの名物がそういうのは抜きに美味しいですから。本当食べるところが問題なんですよね。買うとあったかいじゃないですか。早く食べたい。本当ね、これは異常にうまいんですよ。麻薬でも入ってんじゃないかなってぐらい。もう絶対買った方がいいですよ。そう言いながら私ももう1年半ぐらい最近では食べてなかったんですが、豚肉と玉ねぎが入ってるだけでそんな特殊なことはしてないと思うんですけどね。いや久々に美味しいもの食べた。美味しいまずいって本当に値段じゃないですよ。1個190円ですから。これね、本当買ったらすぐ食べたくなるんで、脇に大量の通行人がいてね、何あの人みたいな顔されながら食べるのもね、食べたことない人はあの食べてみれば分かると思いますよ。いや全部食い終わりましたけど、やっぱり異常に美味しかったな。5時までまだちょっと時間があります。で、大阪でもう一つこなさなきゃいけない仕事があるんで、それのためにですね、ちょっとビッグカメラに向かいます。ちょっと SD カードを買ってくるんですけども、これはここに前千日デパートっていうのが私の生まれるはるか前ですが、あったらしくて、それはね近代史上最悪の火災事故を起こし110何名もの命をなくして、そして燃えていったようです。よし、買い物は終わりました。もう随分暗くなってきましたね。さっきの肉のやつを食べに行こうと思ってるんですけど、あ、これ知ってるな。自由軒のカレーってあの混ぜる卵の乗ってるカレーでしょ。まあ、しかしそれには目もくれず戻ってきました。あと10分もしないで5時です。店の前にはね3人ぐらい行列ができています。美味しかった、美味しかった、美味しかったですけど、不思議な美味しさでしたから、味の感想を述べる必要があると思います。あ、本当にね、うどんの上だけ食べてるような気がしたんですよ。実際にそうなわけですけど、うどんがない代わりに多分具は多めになってるでしょう。だからすごく贅沢な感じしましたよ。肉うどんっていうのがそもそもまず贅沢な汁物だと思いますけど、普通うどんっていうのはあのかけうどんがせいぜいきつねうどんでして、その上に肉が乗ってるのは上等です。で、しかもまあ肉とうどんの割合をうまく鑑みながら肉を食べ過ぎないようにしつつ調整して食べるというのがまあ普通のうどんの食べ方だと思うんですけども、それをしないわけですからね。下にうどんがない、ただ上に乗っかってる具だけバクバク食えばいい。あ、これはなかなかいいものだなと思いましたけど、まああんまハマりすぎるとちょっと塩分の取りすぎになるでしょうね。うどんのつゆも結構、本格的にうどんでしたから。時刻は5時20分。さっき行った串カツ屋にも、まあ、結構お客さんが入るようになりましたけど、でもまだ 80% ぐらいだな。降りたこの駅で動物園前へ来てるんですよ。なんか人気がないな、全然ないな、大阪のど真ん中なのにね。あ、でもちゃんとね、あのカッコ書きが書いてありました。こんなとこ来たらね、あのこういうやつとこう遊ぶのかみたいな、こうあの思う人が多いと思うんですけど、多分そういうやつはもう終わってると思うんですが、ここですね、動物園前カッコ新世界と書いてあります。いろんな動物の後ろ姿が映ってて、あ、これで動物園に連れて行くぞってことなんですね、きっと。うさちゃん、こんにちは。しっかりやってる。なんかこのエスカレート早いような気がすんな。ちょっと早いね。おっとっとっと、しかも小さい。動物園前なんていうからどこだかよくわからないんですが、この動物園とは天王寺動物園のことでありまして、また向こうに見えているのは天王寺駅に隣接している日本一高いビル、アベノハルカスです。高さ300メートル。大阪環状線の新岩宮駅がすぐ近くにあって、そこはまた新世界という有名な商店街とも隣接しています。電車も頻繁にやってきます。
これ面白いですね。道交法を守らない自転車危険、その脇にはながらスマホ危険って書いてありますんで、多分道交法を守らない自転車がいっぱいいるから、それそいつらに気をつけろっていう張り紙だと思うんですよ。他のところにはちゃんとルールを守れみたいな普通の張り紙がしてあるんでね。気づかずに通りましたけど、動物園前に伸びているこの道、センナリアコーヒーって、ね、昭和23年創業だそうですが、ここがミックスジュースの発祥のところなんですね。知らなかった。ぜひ飲みたいんですけど、さっき言ってましたように飲めない。残念だ、残念でなりません。すごい囲碁将棋の店がある。ここで多分1000円かなんか払って、それで他の人と対戦するってことですね。対戦相手を見つけるための場所ってことかな。面白いですね、こんなのあるんだ。みんな写真撮ってるんでそれと分かりますが、右側を向くと通天閣があります。安心と信頼の日立グループとか何とか書いてあるはずなんですが、あ、そうそうそうだ、社会イノベーションの日立でしたね。これずっと昔からこの文言だったのかな。多分それはね違うと思いますが、このように一つ観光地ともなっていますんで、まあ、食事をしなくてもここに来る価値はあるのかなと思います。で、上からこうフグが吊るされているというのもよく大阪で見る光景ですけれども、あの道頓堀にもこういうのありましたが、このズボラ屋というのはここが本店です。で、今日はね、ここでちょっとフグを食べてみようと思うんですよ。いつもここら辺にあのバーッとある串カツや、串カツしか食べてませんでしたのでね。てっちりというのが、フグはあの鉄という風な表現をするらしいんですけども、鉄のチリ鍋でして、そこまではいらない。フグのお刺身ぐらいでいいんですよね。鉄さというのがあります。鉄のお刺身。これだけでも食べられるのかな？まあ、聞いてみて OK だったらいただけばいいですね。これがね、鉄さっていうそうです。上物2200円。よし。お皿が透けて見えるのを一度食べてみたかったんですよね。頭のうちに早く食べよう。美味しかった2800円がね、あの一瞬で溶けましたよ。しかし、まあ、あの味の感想もそうなんですけど、まず第一に、ね、思ったより安いなと思いました。まああれで2800円は、ね、安いと思うかどうかって人それぞれだけど、もっとあのこういう大きなお皿にこうずらっと乗ったやつはね高いのかなと思ってます。ちなみにあの上物と、普通のやつの違いは多分あのフグの刺身の枚数だと思うんですが、あのね、このズボラ屋という店について中で調べましたけど、こう大阪でフグがあの 食べていいということがあの条例であの許されてから、ずっと営業しているお店で、あの中でもその売りは安さだそうですね。リーズナブルで、もともとフグというのはそんな高級な食べ物ではなかったそうですが、その当時のままの値段でなるべくやっていこうということで頑張っているそうです。私の頼んだ刺身は2200円でしたけど、小さいのだったらば1500円からあります。で、またあのコース料理とかね、あの定食みたいなのもあるんですけど、一番普通のてっちりだったら2600円からあるのかな。しかしね、あのぼーっと普通にフグの刺身だけパクパク食べてるとあんまり美味しさも分かりづらいかなという気もします。フグの刺身はあの歯ごたえがある、こんな薄く切っていても歯ごたえがあるというのが大きな特徴なんですが、あのね、私が感じたのは非常にポン酢と合うなと思って、出てきたのはあの醤油ではなくポン酢なんですけどね。調べてみたら、あのこのフグ屋もそうなんですけども、基本的にどこでもフグ屋はあのポン酢を作ることについてですね、かなり命をかけて注力しているそうで、いかに美味しいポン酢を作るかが、美味しいフグ料理を出すかのポイントになるそうです。確かに食べていてもね、あのフグを食べているというよりもあのポン酢を食べているという感じがしました。これはあのポン酢なんだ、ポン酢の方が主役じゃないかって言ってんじゃなくて、それだけポン酢と合う食べ物だということなんですよ。まあ、割と安いし、店もですね普通の店という雰囲気で、変ななんか高級店みたいな敷居の高い感じではないので、別に一人で行っても問題ないと思いますけどね。今まで行ったことないから通天閣も登ってみるか。もうさすがにお腹いっぱいになってきました。少し空かしてもう一箇所ぐらい何か食べていきたいものです。で、昔からね上がり方がよく分かんなかったんですけど、一回下に降りるんですね。知らなかった。入場料はいくらなんだろうな。着きましたよ。ここが通天閣の上か。はあ、あ、新世界がよく見えますね。上から見るとそんなに人でものすごいこう混み合ってるってわけでもないし、通天閣自体も今日は空いてますが、やっぱ正月休み明けたその最初の一日ですから、遊ぼうという気にみんななってないでしょうね。
あそこが JR の新今宮駅、あとであっちから帰ることになるかなと思いますけど、この通天閣ってのはもともとここにあったものではないんですよね。確かに戦争の前にあったのが空襲で焼けたか何かでなくなってしまって、でそれをもう一度建て直す際に場所がなかったんでここに建てたとか、そんな話を聞きました。パリ万博の影響でエッフェル塔を目指したらしいんですけど、諸般の事情で半分の高さになってしまったそうです。それでも当時は日本で一番高い建物だったのかな。いつもコレクションしてる記念メダル、これなかなかいいですね。400円のメダルと500円のメダルがあるんですけど、ここはね500円でした。あ、メダルの裏面センスがいいですね。焼け落ちる前の初代の通天閣、随分今とは形が違ったんだな。このなんかエッフェル塔に似てるような気がしますわ。昭和19年に燃えたと書いてあります。ここから見るビル群はね、大阪の本気っていう感じがしますよ。手前側から難波、心斎橋、淀屋橋、梅田と続きます。梅田まで全部見えてるんじゃないですかね。これさっき道頓堀でたこ焼き食べましたけど、その近くドンキホーテの変な形の観覧車です。中之島とかその辺の高層ビル群が多分どっかこの裏とかだと思うんですけど、中之島にはね今回は行っておりません。景色はすごくいい大阪の大都会さがわかるところですが、多分食事は私は知らないんですよね。まあ、美味しいのがあるかもしれないんですけど、ここに南海電車が通ってますが、どっかこの近くに私が今日何遍も往復している御堂筋が通っています。御堂筋という道があって、その下に地下鉄の御堂筋線があるのです。でその道沿いに高いビル群がずらーっと縦に並んでいます。じゃあここからでも見えますけど、ライトアップされた大阪城京橋の方に行きますか。下に着いたら、ね、通天閣博物館みたいなって面白いんですけど、このくるくるコイン、コインのどのコインがよく回るかな。おお、これこれこれ捕まえてもいいの。別に捕まえて遊んでもいいんですよね。これはいおしまいってこともできますが、ちょっとさすがに悪いんで入れとこうと思います。大きく育ったよ。お、結構長く持ちますね。へえ、あ、まだ回る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 。おー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 おおおお、あ、まだ行く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 。おお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 、すごい。あ、面白いもの見せてもらった。100円の価値あるわこれ。降りてきたところにある通天閣博物館、これなかなかいいですよ。すごいね、分かりやすく説明してくれてるんで、価値があります。あんまり見てる人はいませんでしたけど、これはもう通天閣の入場料の半分ぐらいはここに払う、まあ、そんな感じですかね。グリコの歴史なんかも説明してくれてました。まあ、今回はお食事旅行ということなんで、そんなに深追いはしませんけどね、何かの機会があったらまたご紹介します。恵比寿町駅から一駅乗りまして乗り換え、向かうのは最後鶴橋です。鶴橋駅に着きましたけど、この乗った千日前線はなかなか混んでた。ラッシュが過酷でしたよ。私もよく知らないんですけど、鶴橋はですね、昔から朝鮮系の方が住んでいるそういうところだそうでして、焼肉の名所ということです。 JR とそれから近鉄と、それぞれの乗り換え駅にもなっている鶴橋ですが、韓国人が多いのはね、さっき調べて知ったんですけど、これすごいびっくりした、渡来人の頃からの名残らしいですよ。つまり簡単に言うと、今の平安京京都市のね、できる前からここには韓国人、朝鮮人がいっぱい住んでたってことでしょ。すごいですね、恐ろしい歴史だ。恐れ入りましたよ本当に。というわけで駅前はもう本屋が終わったと思ったら、こちらに焼肉屋、焼肉屋、上には別の店の焼肉屋の看板、焼肉屋、これも焼肉屋、そこも焼肉屋です。でこの店も全部焼肉屋、すごいなあ。これもなんか韓国っぽい瓦が上に乗ってますよ。受付の呼び込みの人がね、入り口が韓国人のアイドルみたいなイケメンの人でね、あ、この人感じいいなと思って、それだけで入ってしまったんですけど、結構高級な店でした。これで2000円ですが、上物の肉だそうです。店の人はみんな韓国人なのかな。お店の中でもね、韓国の歌が流れてるみたいですし、それが一番面白いのが接客がね、韓国人なまりの、関西弁でやるんですよね。それはそうなんですけど、それがなかなか不思議でシュールで面白いものです。肉は佐賀県の黒毛和牛を使ってるって書いてありました。これはもうちょっと焼いた方がいいのかな。もう食えるかな。時間が少なくなってきましたので、早く食べちゃいたいところでもあります。
新幹線なんでね、終電が9時半ってのは早いわ。今日も最終の寝台特急で帰ろうかなと思ったんですけど、しかしまあ朝の6時からずっとこの調子でやってて体力も実際限界なので、今日の新幹線でさっさと帰りますって言おうとして、まあ実際その通りにするんですけど、言おうとした瞬間にびっくりしたんですけどね、お母さんが子供を叱ってたんですが、ビール飲みながら叱ってたんですよ。そんなのあるかな。今日大阪へやってきた目的の一つでもあるんですが、いつもお世話になっている中村さんにちょっとお願いすることがあるので、ちょっとこれから、まあ、少し列車に乗って海の方へ。新大阪駅に着きました。最終の東京行き新幹線のぞみ64号の出発まであと8分です。これね、狙ってあと8分にしたわけじゃなくて、普通にずっと時間の許す限り大阪を楽しんでいたらあと8分になってしまったのでした。いつ見ても素晴らしいですね、この新大阪駅前のタクシー。大阪のタクシーって黒いんですよ。東京は色とりどりなんですけどね、これがかっこいい、ピチッと揃ってます。ちょっと乗り遅れることなんでね、本当はこの薄汚い空港みたいなすごい魅力的な新大阪駅についてもちょっと熱弁したかったんですが、すぐちょっと新幹線の切符を買わないといけない。ちょっと一部買ってあるんですが、終電も最後の新幹線までね、ずっと大阪に留まることができました。わざと狙ったわけじゃないんですけど、結果的に最終列車になりました。いや、良かったですね。本当骨の髄まで朝6時に到着して、一番早くから一番遅くまでずっと大阪を楽しめたのは、なかなか充実した旅行だったなと、まあ、つくづく思います。じゃあ、はい、すみません、ありがとうございました。中村さんとね、最後これを探してたんですよ。あれ確か新幹線の改札の中で売ってたと思うんですけど、ないですみたいな話をしててね、これ私アレルギーで飲めないという話を散々しましたけど、まあ、これは生のやつじゃないからアレルギーも反応しなくてね、飲めるんですよ。で最後なんといよいよ新幹線が到着してきて、そしたらホーム上の売店でこれを扱ってるのを見つけ、中村さんちょっとこれ買っていいですかって言ったらね、中村さん即店の中にダッシュで入ってね、でお金をポケットからこう出して払おうとしてくれたんですが、僕もちょうどスイカが出たんで、まあ、競争ですよね、おごらせまいと思って、あすいませんスイカでお願いしますって、それで自分で払うことには成功しました。でも中村さん本当にありがたい方ですよ。いつも大阪でお世話になりっぱなしです。ともかく最終の新幹線に間に合ってよかった。乗れなかったらもうおしまいですからね。今日は夜行列車も満席なんで、新幹線の指定席は結構空きがあるとか言って、今日は調子に乗って自由席のまんまで来ましたけど、そういう指定席の切符を買う時間もなかったんですが、指定席の席が空いてるなってのを確認したら1時間前ですからね。東海道新幹線って発車のもうなんかこう10分前ぐらいまで席がこうバーッと埋まってくるんですよ。だから空席なんかないんじゃないかな、もしかすると。結局普通車自由席の空席はあったんですが、3人掛けの真ん中だけだったので、あこれはもうどうせすぐいっぱいになってものすごい混雑になってしまうし、もう疲れたから今日はグリーン車でゆったり帰ろうと思いまして、車内で車掌さんに申し出て追加の料金を払い、グリーン車の指定席に座ることができました。今日は1日美味しいものたくさん食べましたけど、その分疲れましたからね。ご乗車ありがとうございました。まもなく京都に到着いたします。ウエストミーガー京都ステーション、京都の五重塔を最後に見ます。いつも東海道新幹線から見ている景色ですが、何度見ても素晴らしいものです。東海道新幹線のグリーン車の座席は深く後ろに倒れます。これを倒して炭水化物を補給します。今日一日何度炭水化物をどれだけ体の中に取り入れたか分かりませんが、しかしそれを食べ物を求めるためにかなり体力も使いましたので、結局お腹がいっぱいで食べられてしまうということは思ったよりもなかったですね。朝の時間帯ちょっと食べるのが集中しましたけど、この夜の遅い時間でもまだ甘いものが欲しくなります。これだけ摂取してもその分炭も水も使いましたから、いいんじゃないですか今日ぐらいはね、というか必要ですよ。
さてこれはグリーン車の足掛けなんですが、まあ疲れ切った時にはこういうものがあるとね、足の姿勢が変わったりとかしてありがたいんですけれども、この裏側はこのように靴下を履いて、まあつまり靴下というか、靴を脱いで使うものです。グリーン車のお客さん結構靴履いたまんま使ってる方が多いんですよね。知らないんだと思うんで全然悪いことではないんですけど、私からお知らせさせていただきます。これは新幹線の中で買ったグリーン車です。レシートのような切符で5720円と書いてありますね。これが追加料金、グリーン車に乗ると通常の2倍ぐらい値段がかかってしまいますが、この座席はかなりね安らぎをもたらしてくれるので、本当に疲れているときはありがたいものですよ。この後しばらく仕事のやり取りなどもしましたが、しかしどうにもやはり疲れてきました。列車は名古屋を出発、そして浜松のあたりで網棚の上にあったブランケットを持ってきました。これはグリーン車のお客さんだけが使えるものです。本当に疲れているときはこれを使うとよく眠れます。どうやって眠るのかということなんですが、現在地確認してみたいですね。ただいま浜松、やっぱり浜松だった。まあこれですよ、上にかぶる、かぶって自分の視界をカットして、あと顔に温かみを持たせるとなんか安らいで眠れますね。明日品川を出ますと次は終点東京です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 品川。本当にぐっすり寝ていましたが、もう間もなく列車が品川に到着する、なんかそんなことを言ってるみたいですね。もうぼーっとしてて、私はこの時カメラを回した記憶が全くありません。こんなシーンあったんだな。最後にもう一度深々と倒します。この座席を後ろに倒すっていうこの行為がね、体の疲れをまた一つ癒してくれるんですよ。翌日は結局もう昼過ぎぐらいまで寝てましたけどね。でも楽しい一日でした。大阪の名物を一日で食べ尽くすっていうのはこんなに大変なんですね。もうこれはここまで疲れ切るまでに食事をしまくったんだったら食い倒れというのを自称してもいいのではないかと思います。本来はお金がなくなるまで食べ尽くし、いいものを食べるために自分の財産身を滅ぼすというのが食い倒れという言葉の意味だそうですが、最終の新幹線のぞみ64号はもうすぐ東京駅に到着します。お客さんもみんな寝静まっています。車内では私以外にもぐっすり眠っているというお客さんがたくさんいました。今日の昼の大阪の活気とはまるで対照的です。まもなく終点東京です。降りの時は足元にご注意ください。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。